救急車行ったもん。お、ピーポーピーポー鳴ってるぞ。ピーポーピーポー。やっと出発か？出発した？もうルイージは現場にいない。動いた？やっと動いた。で、エミ太郎は？エミ太郎も行った。乗ってった。エミ太郎ちゃん判断間違えたね。もうまとめていいですか。ただの痴話喧嘩ですね。はい。で、痴話喧嘩で、まあ明日の夜か、まあ明後日か配信開いたら、まあ仲直りしました、配信。ですね。はい。救えないと思う人は、僕に内装してください。やるべきことはやったんでね。はい。お疲れ様っていう人はね。ちょっと救えなかったわ。ごめんね。引き離せれなかった。ちょっともう呆れたよね。たくまどうなるの？いや、たくまもちょっと今警察署で取り調べだよね。たくまが唯一有利なのは第三者の太郎がたくま寄りだから。たくまと太郎って友達なんだよね。で、マジでバファリンの枠映ってたら俺がかっこいいってコメントがめちゃくちゃ多かった。あのイケメンと並んでも俺のかっこよさが際立つって、ほんとかっこいいんだろうね、俺って。キラコメが多かった。でも俺はね、割と真剣にやってたよ。バファリンはちょっと面白がってたけど、俺結構真剣にね、状況見てたけどね。ね、ちょっとタクマを守ってあげたいな。タクマを救いたいだよね。で、多分ね、タクマは多分配信しててコメントでエミ太郎助けてあげてっていうのに多分動いたんだろうね。で、本当に助けようとしたんだろうね、タクマは。だからキャリーバッグをちゃんと取ってね、引き離そうと一生懸命やったんちゃうか。で、馬乗りになれたから、馬乗りになって髪の毛頭に押し付けられたから、タクマもちょっと切れちゃったんじゃない。ただルイージの言い分と食い違ってるから、ルイージは手を出してないって言ってる部分だよね。で、あと怪我がひどいから、ルイージの方が。そこの部分だよね。あ、船内されやす。はい、こんばんは。ありやす。よかったらね、みんな、あのふわっち大賞ね、5000円のやつ、今一人なんでね、よかったらね、投げてくださいね。お願いしますね。さて、どうするかな。で、来るのドンピはまずないわ。だって配信切らなきゃいけないし、配信切ってまでなんか売り上げに貢献したくないかな。その選択肢はなし。たくまを救って、あー、ありがとうございます。たくまよく頑張ったと思うよ。でもね、もう無理だわ。あの二人は強依存。強依存っすよ。リージがタクマに出荷って言ったから、あ、鳩が飛んだ。あ、そういう冗談も言っちゃってるんだ。よくないね。で、強依存で、あとエミ太郎ちゃんって推しに弱いからね。推しに。結局流されちゃう、ルイージに。まあ、タクマも悪いよ、あんな風にね。
暴行したらね。うん。え、ミタロツイートしてる？一応ね、あのツイッターにまとめといたんで、状況僕ね、わかりやすく。それ見てくださいね。ちゃんと一応まとめました。状況わかりやすく。はい。で、お互いの怪我の模様もわかるんで、見た？わかりやすいっしょ？うん。ツイッター見ればわかると思うんで。あ、10個あります。うん。ルイージが訴えるって。タクマも持ってよ。タクマどこの警察署行った？タクマ持っといてやれ。どこの警察署行った？うん。警察署行くか。四谷警察署？四谷警察署行くか。で、タクマちょっと待っといたれ。太郎さんと、太郎くんとね。時間かかる。ルイージはタクマが来たら渡すと言ってたんだ。なのに来たらキャリーバッグを奪ったりとかしたってことね。うん。言ってたんだ。そうやって煽って、いや違う、ルイージが言ってる、おかしいね。ルイージは勝手に来たりとかしたって言ってたもんね。でもルイージがそういう風に仕向けてやってるってことでしょ。リスナーのコメントからするとそういうことでしょ。ルイージが配信を沸かせるために仕向けてるんでしょ。うん。じゃあちょっと警察署で待っといたるかな。完全にちょっとリスナーさんもルイージとエミタロに振り回したされてるよね。もう正直疲れてないか、みんな。うん。喧嘩した、別れる、でも仲直りするって、もう疲れてるから。誰かいたな昔、なんか復縁ばっか繰り返してるやつ、どうしようもないやついたな前にな。再来しちゃったね、もうしょうもないやつだな。なんか26回くだらないやつ。これ客観的に見るとなんかイライラしとるね。多分ね、本人たちはリスナーの歯がゆさ分かんないんだろうね。うん。で、俺今になって客観的に見ると分かる。やっとリスナーの気持ちが分かります。ほんと以前はすいませんでした。振り回しちゃって改めて謝ります。許してほしい。うん。今はみんな側だから。うん。ちょっとタクマかわいそうだから近く行くか。時間かかるだろうけど、うん。今日ゼロワンクリニック休んでタクマ待っとこうかな。うん。かわいそうだねな。っていう流れでいい？それか帰る。帰るか、タクマ迎えに行くかだね。うん。で、黒川ハイツ今警備してるけど、もうこれ以上ないから。うん。ちょっとかわいそうだねな、タクマな。先に手出されてさ、訴えられて。金払ってくるわ。ショックだ。四谷警察署の近くのパーキング行くか。じゃ、ワンちゃん100万貸したるか、タクマに。かわいそうだね。タクマのふわっちのアカウント守りたいね。さすがにね。かわいそうやでな。こんなんでバンになったら。現状、タクマは、アカウントは無事？タクマのアカウント。今は無事？うん。あきこママがいる？どういうこと？あきこママもう現場にいる？あ、
なんかあったらキコママが金払うよってことね。そういうことか。ちょっとパーキング代払ってくるわ。でも青春やな、青春な。女の子さ、ルイージみたいに愛されたいでしょね。ちょっとだけどありがとう。あんなに愛されたくない？よっぽど好きなんやで、うん、エミタロのこと。あれも抜け出せないで、うん、愛とは違う。で、束縛してるもんね、すごいね、もうルイージね。それはね、俺とね、バファリン、イケメン2人だからね、心配だわな。あれ愛じゃない？依存か。これ明日の炎上ニュースのトップだね。で、ちゃんとあのバファリンにもお疲れ様言わなきゃいけないよ。ツイキャス回してくれたからね。うん、結構交番前でも結構やってくれたからね、うん、リスクのある配信をね。ニコ、センキュー。ちゃんとお礼言わなきゃダメよ、うん、13,000人もいてた、うん、バファリンかっこよかった、うん、でもうちのね、女の子リスナーバファリン流れちゃダメよ。イケメンだけど見てただろうけど、あかんでな。おもろかったね、ニコ選球。つかおもろいっつうかね、あ、やっぱあの怪我はね、心配になったね。俺はちょっと楽しむっつうか、もうタクマが心配が強かったかな。うん、怪我が怪我だからな、びっくりしちゃったよ。うん、じゃあちょっと行くわ。行くで、ドライブモード。たくまって案外いいやつなんちゃう？あの状況で013飲みますかとかって水出してくるんで。モンジョリが可愛い。まあ、てか、モンジョリ、カマキャンのメンバーってみんないい子なんじゃない？うん。なんかね、奈々ちゃんがね、可愛がるには理由があるね。いい子なんちゃうか、うん、奈々ちゃんも多分心配しとるで、うん、だから夢樹くんもいい子なんちゃう、ワンちゃんね、あんな可愛がるって。優しい子ね。じゃないとそんな気に入らないよ。うん、ゆうきくん優しい子、うん、もうゆうきくん一
ちいち言うのやめるわ俺。7000人よかったらね、ナイスボタン押してくださいね。はい、あと表彰状ほんと投げてほしいです。無料アイテムね、プレゼント欄に3つ入ってるんで、それ投げてほしいです。それ投げてちょっと解散してもらってね。黄色ですよ。はい、それぐらいね、ちょっとお疲れでお願いしますね。無料なんで。はい、それ以上は求めないですけど。はい、ありがとうございます。ありがとうね。ツイキャスから来た人もね。はい、それだけしてくれたら、あと何も、ナイス、ナイスやらないんでね。僕はね。とりあえずタクマ救うわ。やばいな、もうあれ、ゆめきくんって配信してない？あの、ゆめきくんって飽きられてるか知らないけど、モンジョリの家にいても夜中とかすごいかそってるよ。うん、あんな人初めて見たで。線なかったりしてるからね。俺といい勝負してたで夜中。サッカー配信もいい勝負してたで。四ツ谷刑務所、ちょっと誠治いるね、四ツ谷といえば誠治さん。ちょっともう誠治さん出番だね。ちょっと一緒に張り込みたいね。山田番だから気をつけて。そうなの、すぐヘイト向けにごめんなさい。大阪か。ちょっとね、ワンチャンもうタクマ守るために金使わなきゃ。うん、もう10万で示談できるんだったらもう10万出してやらないと。うん、めんどくさいで。だって俺なんでかっていうと、火薬の時に同じことされてるからなんだよ。火薬の時にね。うん、そんなことしなくていい。でもタクマ守ってやらないとかわいそうだろう。火薬の時もね、やられたからね俺。余計なことするな。エミ太郎が現在地をツイート。エミトリ、エミ太郎張り込んだ方がいいのか、どっちだ、どっちが正解だ。エミ太郎が現在地をツイート、どっち張り込むんだ。いやー難しいな。エミ太郎か、まだワンチャン救出できる。もうタクマはいいか。本当にリスナーもコロコロ変わるよね。タクマ救うんじゃないのねえ、タクマ救わなくていいの、まだ諦めてないのか。ちょっと現在地じゃ教えて。うん、エミ太郎救うか。エミ太郎って現在地って病院の現在地、病院が割れたってこと。危ねえ、止まるわ。病院すぐ終わる。警察署が長いね、調書取るのにね。多分3時間はかかる。タクマ嫌い、エミ太郎のストーカーするからこうなる。類似リスナーかな。迎えに来てほしいからツイートしたんじゃ。どこにいる、どこ。エミ太郎コメントしてる。
病院名、どこ、春山記念病院。じゃあたくまはまだ時間かかるから OK、 春山記念病院、わかりました、行きます。リスナーさん、営業時間外だよ。緊急外来か、緊急外来や。車11分、 OK。 これ U ターンキーしちゃうな。 OK、 病院向かいます。任してください、リスナーさん。ルイジ乗せるなよ。まあちょっと頑張ってみるわ。オッケー。モンジョリが、ナナちゃん LINE コメントしてた。いや、みんな違うんだよ。たくまを見捨てるんじゃなくて、長所は時間かかるから、3、4時間かかるから、まず病院に行ってから、そっから、警察署向かってもいいでしょ。効率がいいでしょ。ただただ待ってるよりは、良くない。ワンチャン、エミ太郎のサインかもしれないから、うん、そういうこと。効率よくやろ、ちゃんと。時間をちゃんと効率に使わないと。はい、ありがとうございます。たくま01ディスしてる。そんな昔の発言なんか気にする男じゃねえよ。大事なのは今起こってる出来事に対して。前悪口言われてた、市場なんてどうでもいいんだわ、そんなこと。そうだろ、客観視しないと。便乗に感情を持ち込んだら何もできんぞ。嫌いだからってそいつにヘイト向けるようなことしてもダメだよ。うん、そんなこと別に言ったっていい、お互い様なんだから。共依存なの分かってるやん。ルイージはタクマ嫌いし、喧嘩になるのは当たり前。ああ、ありがとうございます、ルイージリスナーさん。はい、今日はうんこ食います。エミ太郎01ツイートリツイートしてるんだ。エミ太郎ちゃん、よかったらおいで。うん、でエミ太郎ちゃんなんか話も聞いてほしいっつってたからね。うん、画像リツイート。エミ太郎バンナの知ってる。そんなことは関係ない。うん、じゃあバンだよ。じゃあもうやめるか、そういう問題じゃないだろ、リスナーよ。だからなんだよ、そんなこと関係ねえよ。中途半端に便乗するなら、初めから足踏み入れてない。とことんやってやるよ。それ見に来てんだろ。俺が好きで来てないだろ。気になって来てんだろ。そういうリスナーのために求めることをしてやるよ。
全部把握したら、ルイージが喧嘩に、タクマが喧嘩売りに行ったの分かるはず。おー、なるほど。まあそういう意見も聞かないとね。ゼロワン、ルイージの立場になってみてちゃんと話聞いてあげて。ああ、ルイージリスナーさんの意見も聞かないとね。はい、わかりました。ってことは、ルイージリスナーさんはエミ太郎ちゃんと仲直りしてほしいのか。うん。で、離れさせたいリスナーもいるし、まあ賛否あるんだね。あ、タクマがしつこくしたと。でもタクマに出荷するとか、来たらタクマに渡すとかっていう発言もしてるから、そこがちょっと矛盾してるんだよね。なんすか。ルイージリスナーさんではありません。タクマはゼロワンの文句言ってたんで腹立つの。いや、それはいいよ、文句言ってたのは。うん、それはもう終わった話だから。うん、それはいいですよ。俺が根に持ってないから。とりあえずエミ太郎の病院前でちょっとエミ太郎に連絡するか、 LINE で。エミ太郎ちゃんに、病院の下にいるよと LINE しとくわ。モンジョリスナーにも嫌われてる。いやー、でもそんなことないんじゃない。うん、匿名さん、それはだってカマキャンプはみんないいねっていう評価を得てるから。そりゃね、中に嫌いな人はいるけど、別にタクマいい人っていう人もいると思うよ。うん、たくまいい子よっていう人もいるし、うん、かもなく不可もなくぐらいじゃない。うん、かもなく不可もなく、うん、だ、ゆめきくんぐらいじゃない多分。うん、彼女と喧嘩しただけで男が急に迎えに来た人は普通に怒って当たり前ない。ゼロワンもその前に立場になったら、ああなるほどね。まあでもエミ太郎ちゃんが別れたそうっていうのと、まあ一番はやっぱその DV の可能性があったことだよね。うん、で警察に DV されたってはっきりエミ太郎ちゃんが言ってたから、まあ、それがちょっと心配だったんですよね。うん、それがなければね、いつもの痴話喧嘩だって多分なってたと思うよ、リスナーも。うん、一番は多分殴られてるっていう心配があったんちゃう。まあそれもね、ちょっと大げさに言ったかどうかわからんけど。あ、表彰状お願いします。え、別れたツイートしてるの？してないよね。別れてるよ。え、別れてるの？え、ツイートしてるの？え、別れたの？え、今別れたとツイートしてるってこと？え？してるんだ今。
別れてんのか。ネミ太郎、俺と今日サーチライト、いやパーリナイトしないか。二人でスポットライトを浴びないか。あ、今じゃない、 4時間前。4時間前に別れた。いやでもさっきルイージは別れてないって言ってた。いやようわからんな、ようわからんな。つかこんな都会にあるんだ病院。揉める前なんだ。別れたとツイートしながらも別れたくないと。モンジョリが始まった。ふわっち、ツイキャス、ツイキャス始まったんだ。タクマを救いたい。どうやって来るの。アキコママと絶縁してるんだ。レンタカーを借りてる。え、誰が、誰が運転、ユメキが運転するってこと。ユメキが運転するってこと。免許ないから。迎えに行く。いや俺もいるからね、ちなみに。うん、俺も。つかユメキいらなくね。レンタカー、今からレンタカー借りるの。たくまはモンジョリに任せるか。たくまは借りてあるんだ、企画のために。じゃあたくまは任せようよ。うんね、大御所出てきたから。で俺になんかできることがあったら言って。うん、で俺ちょっとエミ太郎救う方行くわ。じゃあ役割しよう。じゃあ、うん、後で合流。じゃあマジでモンジョリにルイージ説教させるか。うん、怖いで、説教させるわ。怖いで。どっちが怖いの。いやモンジョリ怖いで。はい、何これ、高さ制限 3.8m。 え、病院、これ一通じゃないよな、一通じゃないよね、これ。ここか、狭いけど大丈夫かね。そこそこ、ここが緊急外来ってこと。もう大事だで、申し訳ないけどルイージとエミ太郎ちゃん台本だったら終わる。でも奈々ちゃんまで噛んだらさすがにね。ツイキャス女王出てきたで、これ終わる。でも潰されるで、シャレにならんで。
たくま側についてる。じゃあちょっと証拠送ってあげてる。イジが先に手出した、ナナちゃんに。やばい、車どこで待機するか。中立なゼロリスはどっちにどう思ってる？まあ簡単に一言で終わらせると、ちょっとルイジさん調子乗ってるんじゃないですか。ルイジさん、でエミタロちゃんちょっと流されてるんじゃない。エミタロ降りておいで、おるで、 LINE もしたで、既読つかんな、ルイジが止めてるな。ブロックされてる。いや中は入れんすね。多分これが右手が病院だと思う。どうする、車止めるところがない。何があったの？ちょっと暴行事件が起きました。パーキングあった、ここ止めるわ。よし、車にいてもしゃあないから外張り込むでな。うわジャンバー持ってきてないな。やることやるで。やっぱりリスナーさん、ちょっと関西にいるとエセ関西弁喋っちゃう。これあるあるかな。モンジュルが100万払うって、ほら感動するわな。そうやろ。でも俺が先に払うって言ったんだけどな。うん、たくまは愛されてんな。よし分かった、方向性は示談だわ。示談 OK 決まった。じゃあルイージ待って、直接示談交渉する。で金はモンジョリ、モンジョリ100万払って払う。示談させよう。で俺は1万円ぐらいなら払える、たくまに、うん、あそれだろう、マジかよ。よし、サプリモード突入。行くぞ、モンドリ100万払うって。サングラスいるんか。いる、サプリがなき今、俺はな、いなくなった奴らの思いを背負ってるんだ。見たら落とさないよ。たくま通報やめてあげて。うん、充電器忘れる。ナナちゃんが電話、どういうこと？
電話してって言ってる。言ってない、うん、言ってないよね。ナナちゃんにはさっきバファリンの膜で状況説明し したから、うん、大丈夫やで。エミ太郎ツイート、ツイートまとめるか。 LINE も来た。誰や。5針塗ったらしい。5針塗ったらしいって、もう終わったってこと？そんな早く塗れる？縫えるってこと？で、情報、位置情報まで縫うの早いんだ。行かないと。ルイージもいる。ルイージ始まった。どこにいる。もうタクシー乗ってんのか。目がやばい。どこにいる。外に座ってる。どこにいるんだ。タイルの壁の前。どこだ。近くにおるで。閲覧取らないでくんない、切ってくんない。今俺のターンだから。一回じゃあ機械切るわ。うん、俺のターンだから。うんうんうん。